なんだか懐かしい景色だ。ここはアリティア城にとても似ているよ。アリティア城、マルスの世界にあったお城ですか？ああ、僕が生まれ育った場所だ。敵に奪われ、仲間たちと一緒に奪還したんだ。マルスは一度故郷を失ったんですね。相手は暗黒竜メディウス率いるドルーア帝国と、それに味方する同盟国だった。城が攻撃されて、僕は騎士たちに守られて脱出した。だけど中には命を落とした兵士も。まだ子供だったとはいえ、あの時は己の無力さを思い知ったよ。それからタリスの王女シーダや傭兵のオグマといった心強い仲間たちと出会って、祖国を取り戻したんだ。こう思うんだ。人は僕を英雄だと言うけれど、本当の英雄は僕を支えてくれたみんなの方だ。だから僕は、僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ち、わかる気がします。私にも、仲間と一緒に見たい景色が、未来があります。そのために、旅を続けてきたのですから。そうだね。戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君は、もういない。そして、支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は、君だけのものじゃない。私はここまでずっと、生かされてきました。仲間に、それから、大切な家族に。その思いがあるのなら、君はきっと、この試練を乗り越えられる。試練？僕と戦ってくれ。それが君に与えられた試練だ。見事僕に勝てば、僕たちの絆はさらに強くなる。今まで以上に僕の力を引き出せるようになるはずだ。わかりました。必ずあなたに勝ち、試練を乗り越えてみせます。任せてくれ。ルキナ、行きましょう。
君の前で恥ずかしい戦いはできないな。全力で迎え撃たせてもらう。あなたのために。俺の舞台だ。ありがとうございます。勝ちましたよ、姫。私だって。でも言うて行くわよ。万全よ。かわいい。
本当ダメだ。おさわり禁止よ。
花は散るものよ。命ある限り
無に帰したわ。すみません、どこ見てるんですか。誰にも負けないくらい強く。
誰にも負けないくらい強く。やってみせます。繰り返すの。
足を固め、どうすれば。私ですね。私が守る。人の可能性を信じる。
私の勝ちだよ。早咲きの花のよう。次の手を。
能性を感じるわ。
導いてやる。
ぜ命を捨てようとするの？私が守る！ごめんなさい。戻ったわ。いらない。怪我させへん。
リティアのために。頭にきた。この日を待ち望んでいた。見事だ。君たちの思いを、力を感じることができた。君と戦っていた時、ある仲間の顔が浮かんできたよ。僕が戦争の最中に出会った、チキという名の侵入族の女の子の顔だ。侵入？マルスは、元の世界でも侵入と出会っていたんですね。あ、君と同じように、人のために戦った仲間だよ。チキはものすごい力を持っていてね、神殿で長い間眠りにつかされていたんだ。一人でとても寂しい思いをしていたんだろう。僕らと一緒にいたいと言ってくれた。僕のことをお兄ちゃんと呼んでくれた。人だとか竜だとかは関係なく、仲間だった。その子の気持ち、わかります。種族は関係ありません。人の痛みを知り、戦争を終わらせようと戦うマルスに親しみと絆を感じたんだと思います。ありがとう。僕も君に出会ってからずっと同じ気持ちだよ。
マルス、私はあなたがいてくれたから強くなれた。感謝するのは私の方です。これからも一緒に歩んでいきましょう。私には仲間とあなたとたどり着きたい未来があるんです。ああ、共に歩もう。僕たちはずっと一緒だ。